エルンスト・アウグスト・フォン・ハノーファーは、ブラウンシュバイク公国の公子ブラウンシュバイク公、エルンスト・アウグストの長男で生死であったが、ドイツ革命により、君主制が倒されたため即位することはなかった。ハノーファー王国の王家の子孫でもあり、1953年から死去まで、エルンスト・アウグスト4世として、ハノーファー王家及び、ブラウンシュバイク公家の課長であった。 1914年3月18日、エルンスト・アウグストとその日であったドイツ皇帝ビルヘルム2世の王女ビクトリア・ルイーゼの間に長男として、ブラウンシュバイク公国の首都であったブラウンシュバイクで生まれた。出生時から、ハノーファー王家の男系男子として、ハノーファー王子とブラウンシュバイクリューネブルク公の称号、及び、殿下の継承を、ブラウンシュバイク公くらいの、 法廷推定相続人として、ブラウンシュバイク構成氏の称号を持っていたが、1918年のドイツ革命により、貴族性が廃されたためこれらの称号は法的な根拠を失った。革命が発生すると、両親や兄弟と共に、オーストリアへ一時亡命した。帰国後は、ザーレムに、クルトハーンが開設していた、ザーレム校で教育を受け、 ついでゲッティン現代ン学で法学を学び1936年に博士号を取得した。第二次世界大戦中、エルンスト・アウグストは陸軍中尉として従軍し、1943年にハリコフ近郊で負傷した。1942年までエリヒ・ヘープナーの下に配属されていたため、1944年7月20日のヒトラー暗殺計画が失敗すると、 ベルリンのプリンツワルブレヒト通りにあった、ケシュタポ本部に公禁された。エルンスト・アウグストは、ドイツ人であったが、自身が、ソフィア帰化法によって、イギリス国籍も持っているとして1951年に、提訴し、1957年に、貴族院に主張を認めさせた。1987年12月9日に73歳で、死去した。課長位は、 長男のエルニスト・アウグストが継いだ。二度結婚しており、グリュックスブルク公子、アルブレヒトの娘である、最初の妻オルトルート2、シュレースビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリュックブルクとの間に三男三女を設けた。1981年に再婚した二人目の、妻もにかつゾルムスラウ・バッハとの間には、子供はいなかった。ありがとうございます。